飯野山は、香川県の丸亀市と境出市の境に位置する山で、ある。別名を、さぬき富士と呼び、さぬき七富士の一つに数えられている。さぬき平野にそびえ、近くには西に河原家川、東に大足川が流れている。山が浸食によって、八島のような大地上のメサと呼ばれる状態になり、その後さらに浸食が進み、ビュートと呼ばれる孤立した丘となった。 麓付近は、河口岩で、中腹から上には、硬い火山岩であるサヌカイトで、山頂付近ではそのサヌカイトが風化した赤い粘土が、堆積している。その整った形から、地元住民の移動の目印となっている。山麓には、古くから、メシイヒーニシエを祀る、メシ神社と、坂本神社が鎮座し、麓から山腹にかけては、桃などが栽培されている。山頂には、 巨人伝説で伝えられる巨人おじょもの足跡や安養寺の奥の院役指導、不動村などがある。北には高松自動車道の境出ジャンクションがあり、東西に高松自動車道が通り、北に瀬戸中央自動車道が分岐している。2010年に丸亀市観光協会が4月22日を佐野き富士の日と制定した。毎年その日の午前11時より、 山頂の薬師堂が回避されて、山頂広場で芝島ごまがたかれる。身近な低山として人気を集めており、高齢社会を迎えた昨今、体力づくりも兼ねて登山者が増えている。南陸から山頂までの登山道は丸太で階段が組まれ、途中にはアスレチック施設などが整備されている。登山者の中には毎日登る者も,もおり、通算登山回数が1000回。 2000回を越した者も,もいる。山頂の薬師堂には善意のノートが置かれ、登山者が記念を記せるようになっている。登山口から山頂までは30分から1時間とされ、飯野町ルートの登山口看板には山頂まで約2200メートルと解説されている。ありがとうございます。